YouTube の皆さん、岡田ヒロです。今ですね、埼玉県のクレヨンしんちゃんの町で有名な春日部にいるんですけども、これから春日部駅で有名な八分ラーメンのコロッケラーメン、これから食レポしたいと思います。次は富士の牛島に泊まります。こちらの立ち食いラーメンのコロッケラーメン食べていきたいと思います。東武スカイツリーラインをご利用のお客様はお乗り換えです。8番線の電車は各駅停車大宮行きです。熱々のラーメンで醤油の香りがいいですね、いや冬の時期にラーメン食べるといいですよね。でしかもこのラーメン屋はですね、この立ち食いラーメンは私鉄で唯一の、立ち食いラーメンなんですけど、いやー電車の音聞きながらの立ち食いラーメンいいですね。コロッケは、あーこの染みたコロッケどんな感じだろう。あーつゆに染みてて、あーいいですね、クレヨンしんちゃんの音楽。そうですよね、クレヨンしんちゃんの発車メロディーも聞けるんで、この春日部駅の立ち食いラーメンはおすすめですね。いや醤油の香りがなかなかいいです。いや電車の音いいですね。いやおすすめしたいですね、ここは。この染みたコロッケなかなかいいですね。いや冬の時期にラーメン食べると体と心が温まりますよこれ。うん、あチャーシューなかなかいいかもこれ。うん、いや春日部駅はね本当にクレヨンしんちゃんの街で日光線方面の特急の停車駅もなってて、この立ち食いラーメンですね食べながらいろんな電車たちの音を聞いたりクレヨンしんちゃんの発車メロディーも聞けるんでおすすめしたいですね。うん、しかもこの立ち食いラーメン、ここ食べログの話題になってるらしいんですね。であと食レポなんですけども、これが2019年、これが2019年最後の食レポになりそうですね。うん、いやこんな貴重な体験いいですよね。ただ春日部駅は高架化する計画があるんで、高架化される暁にはこれ貴重な動画になると思いますね。うん、うん、いやネギもシャキシャキしてて結構いいですね。うん、いや立ち食いラーメン最高です。いや体と心と体温まります。いろんな音も電車の音も聞けるし会えるんでおすすめですね。最後はチュー、はい、でこれ以上汁飲んじゃうと健康上に影響が出るんでほどほどにしておきますね。はい、でコロッケラーメンは完食したんですけども、感想はですね、醤油の香りが良くてネギもシャキシャキしてて、特につゆに染みたコロッケが美味しくて最高でしたね。ここはもうおすすめしたい一押しの立ち食いラーメン
なんですけども、食レポはですね、これが2019年最後の食レポになると思うんで、そうですね、2019年最後の食レポになりますので、皆さんもぜひですね、春日部駅立ち食いラーメンに訪れてみてはいかがでしょうか。コロッケラーメンがなんか有名だったとのことで、とりあえずコロッケラーメン食べましたんで、皆さんこの冬、特に年越しはぜひですね、春日部駅立ち食いラーメンに来てみてはいかがでしょうか。それでは食レポの、例えば立ち食いラーメン、コロッケラーメンの食レポは終わります。それでは。